日セリーグ2位、涌井さん、投球内容がおかしい。しっかり要所を締めるエース。中日ドラゴンズ、涌井さん、防御率 0.77、WHIP 1.24、23.1 回、被安打23、四死球6奪三振11、被打率、267、防御率 3.60 くらいの成績だろう。変な成績だなう。思ったよりランナー出してるんやな。定期的に復活するワクワクさん。何本打たれても、要所締めときゃええねん。メンタル面でのケアもしてる模様。どこで聞いても評判いい。去年もバスケツするまではようやってた。ダルビッシュのライバルやしな。酷使されまくってたのに、なんでまだやれるや。ボールが飛んでないとしか読み取れない成績。毎年のことだけど、涌井の場合は問題は5月よ。バスケツする前に、うまく運用してくれよ監督。4球団で最多勝あるか？ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。